アルターマンです、エアガンのマガジンのガス漏れというのは、まあ、結構エアガンお持ちの方は皆さん、経験されてるんじゃないかと思いますが、とうとう私のエアガンにも起こってしまいました。しかも立て続けに、以前田中ワークスの、シグの P228、これも購入直後からガス漏れしていて、よくよく調べたら、ネジがもうばかりになっていたというのがありましたよね。それで実は、前回ご紹介した、田中のブローニングハイパワー、これ前回もちらっとご説明しましたが、届いて最初にガスを入れて打ったらですね、この放出バルブが奥に引っ込んだまんま出てこなくなってしまいまして、その結果ガスがこう全部 いっぺんに吹き出してしまったという現象が起こりました。で、まあ一応ちょっとこの辺は分解してみたんですが、放出バルブをどうやって取り出していいのかよく分からなかったので、まあ結局、田中ワークスに電話をして、聞いてみました。まあ、そしたら、まあ、放出バルブの故障でしょうということで、まあ、獣医式を送ればですね、修理して送り返してくれるということだったので、宅急便で送りました。で、その際にですね、まあ、同じく田中ワークスの先ほど申し上げた P228 のマガジン、これについても、まあ、ここのバルブ意識を止めるこうネジ穴、これがもうバカになってしまっていて、ネジが全然、止まらないんですが、これについてはどうでしょうかというところをことを聞いてみたところですね、まあ、これはもうマガジンの本体そのものがもうダメになっているということで、これはもうあの製造部品製造してないのでちょっと修理は不可能ですということでした。それでこうハイパワーのマガジンの方ですが、まあ、あの宅急便でですね864円かけて、田中に送ってですね、で到着したはずなんですが、それからですね2週間ぐらい全然音沙汰なくてですね、でとうとう、15日ぐらい経ってから電話をしてみたんですね。そしたらですね、まだちょっと作業に取り掛かっていませんということで、じゃあいつ頃になりますかということを聞いたらですね、まあさらにそこから10日ぐらいはかかるでしょうということなので、まあなんか修理立て込んでて、なかなか手が回んないのかなと思って、はあそうですかということで、まあ一応修理の完了を待つことにしたんですが、そしたらですね、その電話をした次の次の日送られてきました。で一応、こういう紙が入っていてですね、まあマガジン側放出バルブが引っ込んだのが出てこないという症状で、部品としては、マガジンバルブストッパーをこれ100円ってことだと思うんですかね、100円で交換して修理費800円で、合計900円、まあそれで返送のための送料と込みでですね、1811円の代引きで、お金を払いました。なんか電話した時はあと10日ぐらいかかると言っていたのに、なんでこんな急に来ちゃったのかなという感じなんですが、
まあちょっと推測ですけども、ちょっと私が修理で送ったのがちょっとどっかほったらかしになっていて、で電話して慌てて思い出して修理してくれたんじゃないかなという気もしないでもないです。まあでも、まあ合計ね、送る時の送料860円でしたから、まあ合計でまあ2675円かな。それでまあ修理ができたので良かったです。それとですね、そうこうしてる間に今度はワルサー P38、 マルゼンのワルサー P38 ですが、それのマガジンからもですね、放出バルブの方からガス漏れするようになってきちゃったんですね。それでまあこれがそのマガジンですけども、放出バルブを締め直したり一応グリスを塗ったりしてたんですが、どうもですね、これ放出バルブの部品ですけども、これどっちかどっちなのかな、この多分このパッキンを押さえるのかな、支えるこの金属の輪っかがですね、これがもうなんか変形しちゃって、しかもこう切れちゃってですね、で、これはどうしたものかなと思ってちょっと心配になってですね、さらに同じくマルゼンのワルサー PPK、 こちらのマガジンもガスを入れてみたらガス漏れしだしたんですよ。うわー、両方かよと思ってこちらも外して、同じようにちょっと、放出バルブを締め直ししたりしたらですね、ちょっと同じような状況になってしまって、全然ガス漏れが止まらなくなってしまった。でもさすがにこうなってくると私の手には負えないので、でまあマルゼンに、電話をしてですね、周囲の相談をしたんですね。で状況を説明したらですね、まず結構先方からきつい口調でですね、放出バルブは締めすぎてはいけないんですと言われてしまいました。でまあ締めていって止まったらそれ以上締めてはいけないと、まあ私の方はそれ以上締めてしまったんでこの金具は変形しちゃったということだと思うんですが、まあでもどこで止まってどこがね、締まったところなのかっていうのはよくわかんないですよね。でまあとにかくもうこれでダメになったので、まあバルブの交換は可能だということでしたが、ただですね、マルゼンのそのこのマガジンはですね、新型と旧型がありますと、ということで、まあ、新型だったら対応するこのバルブの部品があるんですが、旧型はありませんと。ということで、まずはちょっとその新型なのか旧型なのか見分けなきゃいけないということになりました。それでいろいろ聞いたらですね、まずワルサー P38 のマガジンは新型か旧型かどう見分けるのかというのは、この部分、このマガジンの上の方ですが、ここにこう2本筋が入っている、これが旧型で、筋の入っていない方が、新型ということらしいです。でもう旧型の、マガジンのバルブについてはもう部品がないということで交換は不可能ということでした。で一方でですね、ワルサー P38 こちらの方は
このマガジンのここの部分、ここにまあ刻印が入ってますけども、このワルサーの刻印の上にマルゼンと書いてあるのが新型で、旧型はこのマルゼンの刻印がないということらしいんですね。ということで一応このワルサー PPK の方の、マガジンは新型なので、まあ交換をしてくれるということになりましたので、これもじゃあ、宅急便で送ればいいですかって聞いたらですね、いや、これだったら、定携外郵便の規格内で送れるよというふうに親切に教えてくれました。で、確かに測ってみるとですね、こう厚さがちょうど3センチ以内に収まるので、まあ定携内、定携外郵便か、定携外郵便の規格内で、150g、まあ 100g これちょっとあるんで 150g で210円、 150g 以内かで210円で送ることができたので、それで送りました。で、じゃあその部品の交換代と修理費はどうするんですかと言ったら、それは、一応800円かかりますということで、800円分の切手、それから、修理し終わった後に返送するための切手代210円分、まあ、要するに1010円分の切手を送ってくれれば、まあ、一緒に送ってくれればそれで対応しますと、ということでしたので、まあ、郵便局で、まあ、1010円分の切手を買ってマガジンと一緒に送りました。で、こちらの方はですね、まあ、送ってから、10日経ったら、修理されて送り返されてきました。で、その時にですね、こんなメモがついていまして、放出バルブは使っていて緩むことはありませんし、締め込んでガス漏れが止まることは絶対にありません。ネット上には漏れが止まる修理法は一つもありませんのでご注意ください。また今回のガス漏れは放出バルブよりも底蓋の継ぎ目のようですと、というメモを入れて送り返されてくれました。まあ電話でもですね、まあネット上でいろいろガス漏れ対策載ってるけど、ほとんどあれは間違ってますと、というようなことを結構、強い口調で言ってました。で、もうそもそも放出バルブはあんまり緩まないんだから、あんまり触らない方がいいということですね。それからあとネット上で、まあ、YouTube でもどなたか紹介してましたけども、ガス漏れが出るようになったら、まずガスを入れるときに、まあ、通常こうやって入れますけども、一旦こうこちらの放出の方を上にしたまま、下からこう、ボンベをつけてですね、まず空気だけ送り込んで、それでこの辺のこうパッキンをこうなんか空気で圧縮すると、そうするとガス漏れが治ると、というような方法を公開している方がいますが、それについて聞いてみたらですね、やっぱりそれも、嘘ですと、そういうことでは治りませんということを言っていました。それからまあいろいろ話しているついでにですね、じゃあそもそも、まあ、打ち終わった後保管しておくときってガスやっぱり入れっぱなしがいいんですか、あるいはやっぱりちゃんとガス全部抜いちゃった方がいいんですか、という話を聞いたらですね、まあそれは場合によりますということでしたね。まあ入れっぱなしにしておくとパッキンにはいいのかもしれませんが、ただやっぱりマガジンの保存状態以下によってはですね、熱で膨張してマガジンが破裂することもあり得ると、ということでした。ということで、まあ電話口で応対してくれた方はいろいろこう教えていただいたんですが、まあね、できれば電話だけじゃなくてなんか、SNS とか YouTube でね、そういう話をしてくれてもいいんじゃないかなというふうにはちょっと思いましたけどね。まあそれで
悪さ P38 の方は、まあ、もうこの、マガジンは直らないということが分かったので、慌ててですね、ワルサー P38、 マルゼン用のワルサー P38 のマガジンが売っていないかということでネットで探しまくりました。でヤフオクとか、ネットフリマとかほとんど出ていなくてですね、でいろんなガンショップの、ページも探してようやくですね、まあ奇跡的にという感じで見つけて新しいマガジンを、手に入れました。まあ本当にあれですね、運が良かったというか、まあそのショップのサイトでも私が購入した後はもうすでに売り切れになっていましたので、最後の1個だったと思います。ということでワルサー系の方の修理に関してはですね、まあ、PPKS のマガジンは、全体で、まあ、1220円と、払って直ったと。それからワルサー P38 の方は、まあ、新しいマガジン買わなきゃいけなかったんで、これが4520円でしたということで、なんとか、修理復活ができました。まあ、とにかくマガジンのガス漏れというのは私の苦手な言葉です。はい、今日は以上です。